ねえ、これ大丈夫？これさ、なんか姉ちゃんの好きな声優さんとかの T シャツじゃないよね。いや、なんかそれなのに、あのパーカー着てきちゃったんだけど。大丈夫？なんかどこかのアーティストさんのやつとかじゃないよね。わかんない、わかんない。パーカーなんだろう、わかんない。ちょっとえ、どうしよう。どっかのパーカーかな。勝手に着ちゃったんだけど大丈夫かなって思った。T シャツの上から着てるから、ちょっと。なんとも言えない。オフ感が強いですね。肌が黒いってすごい言われました、今日。パパに。そのパーカーかな？ならよかった。けど。怒られたらどうしようと思って、姉ちゃんに。こんなことをよくしてます。たまにこう、好きなアーティストさんとかの、なんか、来ちゃって、怒られるみたいなことが。たまにあるよね、姉ちゃんが来ちゃって怒られたみたいな。自由に着れるっていうか、着ちゃうんだ。着れるっていうか、着ちゃうの。そういう、なの。今日は、恵方巻きですね。節分の日。昨日がツアーだったということで、今日は一日オフだったんです、私はね。他のメンバー学校とかあると思うんだけど。で、私は、まあ、オフで、ギターをもらったので、ギターの中いろいろ揃えたりとかしてたり、ママの誕生日が2月1日だったので、ほんと、もう、ママのケーキを買いに行きました。で、帰ってきたら、ママが恵方巻きを作ってて、そうそう、で、うわぁ、今年も作ってると思って。じゃ、さっきもツイートしてたんだけど、私と喋ってたから切っちゃったって言って、めっちゃ細くなってた。あ、ちっちゃくね。めっちゃちっちゃくなったんだけど。あ、私のせいではないな。うん。せっかく4本しっかり。多分おじいちゃんは切った方が食べやすいと思うから、4本しっかり作ったのにね。切っちゃったって。ね。だから私は、結構長いの、食べてないんですけど、まあ、家で、下でね、下で おじいちゃんの部屋でみんなでご飯食べたんですけど、ママからの、ちょっと、一声というか、号令がかかって、できるだけ長いやつ取ってって言われたの。いや、それじゃ無理じゃないと思いながら。で、切るだけ長いやつ取ってって言われたから、お、どれかなみたいな。取るじゃん。そしたら、今年は、南南西かな、南南西なんだからとか言ってて、思いっきり反対の方向を向いて食べようとしてパパに注意されてたけど、こっちだよって言われてた。ママ、じゃ大丈夫って、すごい心配、誕生日迎えて1歳年取ったからさ、ちょっともう不安だよ。まあね、わかるよ。どこってわかんないもんね、確かに。どこだろう、どこだろう。かに、わかんないけどさ。できるだけ、だから、無言で食べなきゃね、みたいな。もうこんなちっちゃいから、無言で食べれる。だけど、まあみんな食べるじゃん。ママがさ、一番最初食べ終わったのかなと思って。わさび取ってって言って、食べてみたら全然口の中残ってんの。 こんなちょっとも喋って食べちゃうの、こんなにちっちゃいおまけも喋っちゃうのって それ舐めて喋ったら意味ないじゃんって言ったら、なんか10粒ぐらい残ってたとかで、いやいや10粒とか 10粒残ってるよ、それは。もうダメだよ、うちのママ今日ダメ。
まあでもその後もちゃんとやってましたけど。ね。あ、カジシマです。ゆきめくん、ありがとう。え、そんな、どやさ、どやさ、ありがとう。初見だって、ありがとう。浩平くんかな。ありがとうございます。嬉しい、ちょっと、オフな感じで申し訳ないですけど。いやー、まあまあ、今日、絶好調だったよ、本当に。久しぶりにママに会った気がするんだけどさ。今日も絶好調でした。そう、私、今日。方角を反対方向の9時。ちなみにこの家にも15年ぐらい住んでるんですけど、まだ方角がね、確かに分かんないっちゃ分かんないよね。それは許すよ。喋ったらダメだよって言ったらすぐ喋っちゃうからさ。まあ、会社前家、確かに黙れないところあるんだけど、これはさすがに食べれる。私はテイクワンで食べたし。でも、この間、成田さん、パパとママと私で行った時も、逆にうちとパパがもうずっとうるさくしてたから、ママがもう本当に、ね、大変そうだったけどさ、姉ちゃんは黙ってるかもね、結構割と。あ、じいちゃんは割と黙ってるタイプ。でもね、うちのじいちゃん、今日すごい珍しくすごい喋ってたんだけど、じいちゃんはすごいアクティブな人だった。あんまり私知らなかったんだけど。なんだっけ？今日ね、喋ってたのが、私がバスケの話をしてたから、その時に、なんだっけ？じいちゃんが、ラグビーやってた。って言って、ラグビーやってたの？ってピンポンやってた。あ、卓球やってたんだねって。北海道出身だからさ、雪関係のさ、スキーやってたって言って。え、スキーなんてやってんのって言ったら、スキージャンプもやってたって言って、え、スキージャンプってやってたの？ こっちも、ここまでやったらわかるのよ。ここまでいっちゃうみたい、うちのおじいちゃん。嘘でしょって思って。そんな、すごくない？ジャンプの方だって、うち結構普通にいろんなの言ってたから、そうなんだ。何やってた？そうなんだ。何やってた？そうなんだ。スキージャンプやってた。そうなんだ。ん？スキージャンプやってたの？っていう、こういうアニメみたいな会社したもん。こっちもやるんだね、北海道の人って。知らなくて、学校にあったみたい。で、じいちゃんは何やっても一番取れるとか、わかんない。おじいちゃんジョークなのかわかんないけど、本当に言ってたんだけど、スキージャンプだけは2位だったって言ってた。へえ。そう、びっくり。スキージャンプは道具が悪いから。貧乏家族やったから道具が悪くて、1位の人は、ずっと勝てなかった。本当にやってたってことだよね。バスケもやってたのね、ちいちゃんね。って言ってて。びっくりした。うちのおじいちゃんでもね、おじいちゃんになってからボーリングをすごいやってたんですよ。マイボールも持ってたし、まあボール3つぐらいいつも入れて、こうカラ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 歩いて車でね、昔はよくボーリングにやってたんだけど、そのボーリング場でずっと1位ばっか取ってた。なんかこういう表彰のこか、が、額みたいなのいつも持って帰ってきて。そうなの、めちゃくちゃアクティブなおじいちゃんだったんですけど。スキーやる学校だって、ジャンプ台あったって言ってたよ、うちのじいちゃん。じじまさんはレギュラー。どうなんだ、レギュラーだったんじゃない、やっぱり。お姉ちゃんの時代でスキージャンプしてたらかなりレベル高いなって。嘘？やっぱり？いや、そうだよね、びっくりしたもん。そんなことあるのって。10メートルぐらい飛んだって言ってた。高かな。あと、じいちゃんに多分47都道府県方を行ったことあるみたいなこと言ってました。私が福岡から帰ってきて、福岡から帰ってきて、福岡どうだったって言ってて。
はね、なんとなかったらって、沖縄とかの話もしたけど、いろんなこと言ったことあるんだろうなって思った。複数のボール持ちはかなり本格的。いや、本当に本格的にやってたと思う。すごい上手だったもん。私もよく、まだちっちゃい頃だったけど、私が、よくね、ついてったりしてた。うん、知ったんだけど。そうそうそう、すごいよね。全部売っちゃったんだけどって言った。今ね、動けなくなっちゃったからね。スキージャンプ台作ってスキーだ。すごい。おじいちゃん伝説。おじいちゃんとおばあちゃんは本当に旅行が好きで、しょっちゅういろんなところに昔行ってたみたいで、そこの土地のこうなんかだるまみたいなのを買って、わーって、実は下にわーって並んでるの。だるまじゃん。私じゃん。イコール伝説じゃん。ちゃんちゃ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 ってことですよ。違うんですか。これは伝説ですよね。つながった？そういうことです。はい。ドラマじゃないんだけどね。人を傷つけないツッコミ。ペコパさん、ペコパさんママ好きだから本当に。好きだよ。今日はね、ギターのアンプとどっかヘッドホンとかを買いに旅に出てました。ちょっと改めてね、この子紹介しましょう。はい。ギターちゃんです。でーん。こんな感じ。もう、みつともさんが歴ギターを、本当に私に譲ってくださったので、すごい、頑張って弾いてます。ギターくんが、みつともさんが譲ってくださいました。でね、この子を大切に使うためにも、しっかりアンプだったり買ってきて、家でたくさん、まあね、趣味程度ですけど練習できればなって思って。そう、楽しい。本当に楽しい。どうですか、調子は。どうなんだろう。正解が全然わかんなくって。あとね、アンプを本当に選べなかった。そう、アンプが、うん、本当に枠、無知。無知だから、そう、無知すぎて、分かんなかったんだけど、なんかすごいおじさんに巡り合ったの。一人のおじさんに。そのおじさんがめちゃくちゃ親切に教えてくれたから、なんとか買えたの。そのおじさんにすごく感謝しています。うん。なんかね、うち優しかった。おじさん優しかったよ。なんかすごい物静かな方なのかなって思ったんだけど、私に一生懸命説明してくれて、私すごい迷ってたんです。もう無理だと思って、そう、絶対無理だって思ってたから、もう諦めそうだったの。アンプがわからなすぎて、もうやめようかな買うのって思うレベルで行き詰まってたんですけど、そのおじさん、たまたま入ったお店におじさんが、なんかお探しですかって言われた時に、私あんまりこう店員さんから話しかけるともう思いっきり人見知り出しちゃって、あんたの前ですとか言っちゃうんだけど、たまたまそこ行き詰まってたから、アンプ探しててって言ったら、あ、なんか今こんなのありますけどって言われて、一生懸命説明してくださったの。あ、それでいいよ。それがいい。それでいいじゃない。それ、めちゃくちゃ私が探してたの大マッチしたもんで、やったっていう感じ。え？うわ、すげえ。こういうことや。怖いよね。でも使い方をそんなにマスターしていないので。
合ってるかな。そういうことや。ちょっとチューニングが分かんない。そうだね。いやーすごいわ。そのおじさんに巡り会えて私は嬉しかったです。簡単に弾く。こんな感じ。いやー難しいね。エレキが見えないね。ちょっと切れじゃない。よっ。こうや。わ。こっちが上がればいいんだ。よーよこらよこらせ。すごい、あの三島さんからくれたやつです。すごいね。こういう感じだって。こういう感じ？こういう感じです。はい、頑張っていけるようになるように頑張ります。ステッカーとかも貼ってて、結構年季が入ってるからめちゃくちゃかっこいいの。そう、やばいですよ。できてる？ね、できてる？エレキギター、私これできてるんですかね？本当にわかんない。まだまだ。本当はこういうのやりたい。なんか。で、熱。え？なんだろう？何が曲できるものからかな？あれか。ちなすとまーちゃんが歌ってたやつ、あ、踊ってたやつ、なんだっけ、ダダ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 ダってやつですよ。なんかあるじゃん。私なんだっけ、やばいやばいやばい。なんかね、こんな感じですかね。みきちゃんで歌ってるじゃない、あの踊ってるやつ、ししゃまさんのやつ、なんだっけ。なんかギター弾いてる人を見て思いました。
なんだっけ、こんな感じでね、そう、こうやつ、そう、わかったそれ私一回どっかでギター弾いてる人見てたので、なんか覚えましたみたいな。ありがとう、みんななんかすごいいっぱいくれてるのね。あ、あらー、だるまちゃん、ほそちん、ありがとうございます。ありがとう、だるま食べますね、ありがとう。見て覚えてます。あーね、コード知らないんです。あ、もう、耳と、こうやってるのを見るのと耳とでしか、なんかできなくて、行動が覚えられないんですよ、なかなか。アレクさん、お花かな、お花。あ、お花、ありがとうございます。もらっちゃった。ありがとう。ジジさん、やばいやー。そして、ホサチは、めちゃくちゃくれてるよ。ありがとうございます。嬉しいね。ありがとう。わいた。ジジさん、ありがとう、だるま。嬉しい。アナジさん、ありがとう。ありがとうございます。休日は、今日こんな感じでこれから過ごしていくことになりそうですね。はい。かんつばき。エレキギター記念日でした。すごいね、こんな感じなんだね。そうでした。ちょっと頑張ります。あれ弾けないかなと思って、ブルースカイブレス、ブレスだって。そう、ここしかわかんない。あとなんだろう、ギタースタング、そのギタースタングって言うんだよって。そうなんだ。これさ、お譲りいただいたものすぎて、ちょっとギターは本当にわかんないんですよ。すいませんね、ありがとうございます、教えてくれて嬉しい。オーバードレップ、止まらない、オーバードレップ、わかんないや、こっちは。いや、弾けたらいいよね、こうやってね、弾けたらかっこいいのになーって思います。頑張ります。はい。いや、これそう、好きな曲を弾ける、あ、新た弾けるよ、これからも。分かち合うための愛をって、エレキギターだったら弾けるエレキギターでも弾ける。あ、はい、こんな感じ。光っちゃうから、こっちの方がどうですか。ヘッドを見せて、じゃーん。ヘッドってどっち、こっち、こっちかなヘッドがどっちかわかんないそんな活用が果たして上手になれるんでしょうか。こうご期待です。しばらくは頑張って練習したいと思っているので、よいしょ、始めたくなっちゃう。福岡どうでした。はい、今回ね、ツアーで福岡にね、昨日行かせていただいたんですけども、昨日の福岡終わりでだいぶあのヘトヘトな感じだったので、おネムがね来てたんですけども、今日はねお話できるそうです。よかった。エフェクター、あ、そっか、買わないとね。なんかここについてるやつだけじゃちょっとわかんないから、エフェクターも頑張って覚え、お勉強して覚えようと思います。フェンダーって何、やばい、本当にわかんなすぎて。エフェクターっていうのはこう音をこうウェーンとかボーンとかワーンとかなるやつ。
細い音にしたりとかできるんでしょ？いや、私も詳しくないから分かんないのかな、なんかそんな感じのこと言ってた。飛行機得意な方？いやー、気持ちよく寝れました。ですかね。そう、でね、飛行機。福岡に行ったのは、もう、実は3回行ったことあって、今回で4回目だったんですけど、そうそうそう。わ、なんか、ピンポピンポピンポってなってる、うちの姉ちゃんですね、あれは完全に。福岡行ったのは4回目だったんですよ、実は。初めて行ったのが、メンバーと一緒に、メンバーと一緒に、対バンライブで行った。そして、次が、私が一人ロケ。福岡の一人ロケにね、行ったんですよ。一人でロケ、食レポだったりとか、神社でのね、レポートだったりとか、いろんなの経験したすごいこと。そして、ほうちゃんとの二人で行った、チームしょうもないってユニットを組んで二人でね、リリースイベント福岡に行きました。そうなんです。はい。で、今回はね、本当にね、ちょっと時間がね、なかなか取れなくって、何、ハム卵サンドして、なんか、今川焼きみたいなやつ、カスタードとか中に入って今川焼きみたいなやつ作りますか？と、あと、モンブラン、ブラックモンブランっていう九州のアイス食べたの。で、帰りに頑張れば、ラーメン食べれるんじゃないかって思って、すっごい、わーって急いだんだけど、ラーメン食べました。頑張ってラーメン食べれた福岡、やったー！そう、ラーメン同盟を作って、マネージャーさんと、まーちゃんとちーこと私で、もう何が何でもラーメンが食べたいんだって言って、ラーメンをかき込んで食べれました。いや、とっても美味しかったです。もう私は本当にラーメンがね、最近は本当に好きなので、ラーメンばっかり食べてるんですけど。まあでも、そうね、カレーが、去年カレーばっか食べてて、今年は、じゃあ、おととしカレーばっか食べてて、去年は、カレー前半、ラーメン後半で、多分今年はラーメンいっぱい食べちゃう気がする。気をつけましょう。そうだ、むっちゃんまんじゅう。なんだろう。それかな、お店もわかんなかった。なんかこう、袋がポッて置いてあったから、美味しいって思って食べたんだけど、わかんなかった。そう、ギリギリく、ね、ギリギリ飛行機に乗りまして、ボーンと帰ってきたんですけども。心身って言ったらって、うわー、うちが好きな心身。心身はね、私がロケで行ったやつなんですけど、そうそうそう、めちゃくちゃ美味しかったの覚えてて、そうなんだ。ほうちゃんと2人でロケじゃない、リリーベ来た時も食べようと思ったら、休館日お休みだったの。そしたら、昨日も休めたんでしょ？いや、もう私、もう超、超、ないない。ピエンって。日曜日がお休みなんだ。休館日 違う。休日？なんていうの？なんていうのかな。心身は、親不孝通りのは日曜日。そんな名前なの？ 博多の地下、あ、おお、そうなんだ。ハリー・ポッターの世代2023年に。ね、とじまえんだよね。私まだ一回も行ったことない気がするんだけど。あ、プールは行ったことある、としまえん。あ、ないわ。わかんない。いや、行きたいな、ちょっと。お休みなんだよね。だからラーメンちょっと。だるまラーメン今回買ってきました。2分ぐらいでお土産決めたんだけど、もともと決めてたの。あ、今回絶対、だるまラーメンを買って帰ろう。ラーメン屋は管理したい。いやいや。ちょっとだるまに案内しないで、頼む。だるまラーメン。あ、ハリポテで電車混むからやだな、あれって。いやいやいや、そんなこと言ったら私、都内出るとき、舞浜通りがちですよ。千葉県なんで。割と舞浜通りますよ。すごいですよ。ね。すごいよ。そうそう。そうだよ。
大丈夫。頑張れ。すごい人だけどね。私多分カチューシャつけていっても大丈夫だと思う。あ、この間ディズニーに行った時の話しようかな。ちょっと待っててね。そうだそうだ。めちゃくちゃ久しぶりに、この間姉ちゃんと午前中だけディズニー、午前中じゃないや。昼過ぎくらいまでディズニーに、あれ。あれ、これからちょっと。目を離した隙に、大変なことになってしまった。あれ？みんな見えてる？絶対見えてないよね。おや。固まっちゃっている。声だけだって。あや。あやが帰ってこなくなっちゃった。あや。ラジオ。ねえ、どうやったか帰ってこれんの？めっちゃ重くなっちゃったんだけど。これどうすればいい？超重いよ。やばいやばいやばい。あ、どうしよう。終了もできない。帰ってこれなくなった。終了もできなくなっちゃった。どうしよう。大変。これ、重すぎてさ、マイクのメーターもめっちゃカチコチなの、動きが。コメントは見れてます。コメントはめちゃくちゃ見れてますよ。これやばいね。でも配信終了できないもん。ちょっと一回。マイクの音が変わった。嘘。やばいじゃん。これ大変だ。一回止められるかな。やばい、これどうすればいい？大変だ。あれ？お帰りになられた？お帰りになられたんじゃない？お帰りになられたんじゃないの？あ、ダメだー！どうしよう。重っ！帰ってこれないね。普通に考えてこっちでやればいい話だった。そう、スマホでやればいいんけっていう話だよね。よくよく考えた。じゃあみんなが帰ってくるまでちょっと遊んでよっかな。ねえ、まあ、ちょっとスマホにしました。久しぶりにディズニーに行ったら、プーさん可愛くって、なんか知らないでずっとこれでディズニー行きました。やばくない？これ
こうやってディズニー歩いてたよ、私ずっと。アホ、姉ちゃんが連れて歩くのが恥ずかしいって言ってた、ずっと。え？まあ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 。怖くない？だってこれさ、手にこうやってついてんの。そう、こうやってね、肩にこうやってね、パチってつけて、こうやって歩いて。この可愛くてさ、買っちゃった。これとこれでプーさんのハニーハント乗ってさ、姉ちゃんと二人で行ったんだけど、そう、こう、行って、なんだっけ、故郷に帰ってきたぜ、イエーイとかよくわかんないこと言ってました。そうなの。そうなの。風の谷の梶島です。ディズニーのグッズ考える仕事やりたくなったらって。嘘！可愛くないこれ。買っちゃったよね。そうなんだよ。楽しかったです。姉ちゃんとのさ、あれを見せたい。あ、今度にしよう。ラーメンとか食べて美味しかったです。あ、そこでもラーメン、姉ちゃんが担々麺食べたいって言うから、なかった。ディズニーのアトラクション何が好きなの？何かな。バズ。ディズニーシーはね、アクアトピアがすごい好きなんだけど、ランドが好きかな。めったに行かないからね、私ディズニー。カジマのおすすめマップ言っていい？いや、私さ、自分が行きたいように行ったことないからさ、ディズニーに。じゃあ私のディズニープラン考えるね。鹿島のディズニープランはね、あれだよ。ほんとみんな絶対ついてきてね。みんな、多分うちのやつについてきてくれる人なんか一緒にいないだろうな。っていうようなセットリストを組むと思うよ。組むと思うよっていうか、うちが乗りたいものを今上から言っていくね。開かないと。わかんない。ちゃんと鹿島パソコンも使うんですね。ちょっと明るいね。アトラクション、鹿島プラン的に言うと、乗りたいなって思うのは、あれ、これディズニーシーじゃない？これシーだね。ランドね。ランド的に言うと、まず最初にバズ・ライトイヤーを乗り、プーさんのハニーハント乗り、イッツ・ア・スモール・ワールド乗り、カリブの海賊はちょっと頑張って朝に乗り、ジャングル・クルーズは乗りたいな。あとカントリー・ビア・シアター行きたいね。好きだよ。みんなカントリービアシアターなかなか行かないからね。そう、いいとこだよ。ああ、白雪姫いいね。ピーターパン乗りたい。あとピノキオも乗りたい。プーさん乗って、ホーンテッドマンションも乗りたいかな。あとフィルハーマジックね。これは絶対乗りたいな。そうだ。あとは、
あ、モンスターズインクとか飲みたいわ。おう。バズはできれば2回乗りたい。こういうセットリストを組みたいね。そうだよ。そう。私別にプーさんがめっちゃ好きとかじゃないんですよ。気づいたらこうなってただけなんです。紙セットでしょ。で、あれに行きたい。食べ物。メニュー。行ったことないんだけど、すごく気になるご飯があって。なんだっけ、あのさ、ビュッフェ。ビュッフェあったよね、ビュッフェ。それめっちゃ食べたいんだけど。これ？あ、違う。知ってる？ビュッフェがあるんだよ。これじゃない？違うかな。あ、こうカリブの海賊だ。どれ？そうそうそう、あれ食べたいんだよね。ビュッフェ。ビュッフェ、ビュッフェ、ビュッフェ、ビュッフェ。どれだろう。あれ、レストランじゃない、ここら辺。どこ？ないじゃん、嘘だ。ないよ。これかな。あ、でもカレーだ。違う。これかな。っていう、そういうのがあるって聞いたのに。これじゃない？ショーが楽しめるポリネシアン風料理。違うな。カリブの海賊。ジュース。クリスタル。これじゃない？クリスタルパープルズレストラン。でもすごい和風のがあるよ。チラシ丼とかある。レストラン北斎。すごいですね。なんかいろんなのがありますね。ディズニー行きたいな。この出たばっかだけど。ミッキーのワッフル美味しそう。という感じです。ディズニーのホテル見てみようと。ディズニーのホテルで行ったことあるよって知ってますか？すごい、めっちゃあるホテル。ホテルって4つもあるんだね。デラックスホテル、バリュータイプ。わあ、すごい、あるだって。どんな感じ？去年も行ったって。すごい、ディズニーのお部屋だ。うわー、これちょっと寝れないよ。アリスの国みたいなホテルがあるわ。これすごいね、すごいね。これ寝れるかな、私。興奮しちゃって多分寝れないな。どのお店、どのお部屋になるか分かんないのかな、これって。そういうわけじゃないの。朝ごはん食べに行くとミッキーが来る。マジでやばくない？わあ、すごい、これもだ。わあ、これドナルドの家だ。そういうわけじゃないのかな。すごっ。くしゃみ出た。もう、化学反応かな、この。うわ、ミッキーのベッドだ。楽しそう。すごい。ちょっとお値段見てみよう。お値段は？さあ、宿泊しよう。お値段、あった。客室。わお！わお、すごい。わお、これすごいな。客室スタンダード、ドナルドダックルーム。ドナルドダックルームがいいな。私ちょっと押してみよう。これは
わあ、すごい。もう青いよ。青だと眠くなくなっちゃうんじゃない？おお、プランがありますね。東京ディズニーランドに誕生する新しい夢の世界を満喫する2Days っていうのは、お一人当たり3万7100円から20万4400円。幅広すぎじゃない？そんな広いの？普通に、でも普通に泊まったらまあ3万円くらいはかかるっていうことだね。なるほど。17万とかってどうやってかかるんだよな。すごいな。りしちゃった。詳細を見るっていうのをしてみよう。予約する！違うよ。しないでね、予約。勝手にしちゃったりしないかな。わお。すごい、そっか、ディズニーの券が。あ、ファストパスもあるのね。もうついてるんだ。なるほど、ご飯とかくっついてるのかな。なるほどね。空き状況が見れる。名誉二人4月、あ、2020年の4月からじゃないと、4月からじゃないとダメだ。4月も予約がいっぱいだよ。いけないな。4月予約がいっぱいだ。なるほどね。じゃあ行くのは本当に大変なんだね、これね、このね、夢の国だね。そう、ツアーが、いや、予約しないってば、しないよ。でも私興奮しちゃうからダメだって。なんかの記念に行ってもいいね。なんかいいですね。なんか家族でどっか行ける時とかあったらいいな。家族と旅行っていうのは多分何年も行ってないので、まあ行ける日があったら、ああ、行きたいですよ、私は。まあ私のせいで行けてないみたいなとこあるんですけど、逆に私以外は行ってたりするんですけど、まあそんなことはいいですよ、行ってください、楽しんで。成人祝い、いや、鹿島家の成人式もまたすごかったからね。だって私が着られてわってさ、着物着てキャーって言って家帰ってきたら、パパとじいちゃんジャージよ。で、写真撮ろうって言って外出てったんだけど、パパとじいちゃんジャージで外出てきて、ポケットに手入れたまま写真撮って、じいちゃんなんか門のさ、こ何？入り口のところ、ここ、じいちゃんの檻みたいな状態でこう写真撮ってて、もうなんか、おい、ちゃんとしろって言ったよ。でもダメだ。じいちゃんとパパジャージのままポーって出てきたから。家族写真ってそんなもんなの？いや、結構猫の毛ついてたよ。せめて猫の毛は取ろう。じいちゃんに猫の毛ついてるよって言ったら、なんか、これミミとママ連れてきたみたいなこと言ったんだけど、それは無理があるよって。そうだよ、本当に。まあいいんですけど、なんかなんとなくそういう子たちだからって思ってたけどさ、そうそうそう、うちのじいちゃん結構面白いですよ。いや、うちのおばあちゃんも面白かったんだよ。そうそう、おばあちゃんがすっごい喋るおばあちゃんだったからさ、じいちゃんがちょっとね、爪痕をあんま残してこれなかったんだけど、まあね、じいちゃん、まあ、一人寂しくなっちゃってから、すごい面白いことよく言ってますよね。本当に。そうだよ。じいちゃんはダンディーです。若い女の子が大好きだね。なんか男の人って感じ。男性、ダンディーって感じ。ご飯のさ、お会計とかさ、済ませてたりとかする。だよ。かっこ
いよね、なんか。そうだよ。そうそう。若い子好きです、女の子。うん。おいって、おいって言ったけど。いやダンディカジシマラとまた近くなってくるからね。それこっちになってくるから。ばあちゃんがシャベルで、じいちゃんがスコップ。あお。でもそう、ばあちゃんすごい喋ってたんだよね。めちゃくちゃおしゃべりだった。でもおばあちゃん若かったんだよ。すっごい若い子が見るさ、なんかドラマとか映画とかよく見て。あのでさ、よく話してくれるの。この映画が面白かったとか言って、このドラマが面白かったって言うんだけど、びっくりしたのがさ、あの手に何だっけ、手になんか寄生虫が入り込んじゃって、そう、男の子がその手に住み着いた悪いやつと戦っていくんだって言ったの。それ寄生獣やんみたいな。実写版寄生獣、金曜ロードショー、若くない？いや、ほんとびっくりだ、その時。へぇーって思って、さすがに寄生獣は読めなかったみたいなんだけど、びっくりした。そうなんだ、見てたんだって思って。だからそういうこと言うからさ、うちのおばあちゃんがあのなんかドラマ見たのかわかんないんだけど、キムタックンっていう、ずっと言ってんの、キムタックン、キムタックン、キムタックンって。だから、あ、次はキムタックのドラマを見始めたんだなって思って聞いたんだけど、なんか私聞いたことない感じの内容だし、ずっとキムタックン、キムタックンって言ってた。それはずっと心にさ残ってたんだけど、こないだ2位だったん、キムタックンの話をした。あれ2位だったんだっけ、わかんない。なんかその時に最近知ったの。そう、キムタックンってそういうドラマがあったんよ。ごめん、ばあちゃん気づいてあげられなくて。今気づいた、私はキムタクだと思ってた。ばあちゃんにそれだけは伝えたかったな。キムタックンってなんだ。あとずっとキットカットのことをカットキットって言ってた。好きなのよ、すごい好きで食べてたんだけど、カットキット買ってきて、カットキット買ってきてって言うん、キットカットだよって毎回言ってた。うん、結構そういうことをばあちゃんはよくしてましたね。あとばあちゃんはあの霊感が強いという話を私は何度も聞いておりまして、引き出しの中からお術とかすっごいいっぱい出てきたんだけど、それが本当だったのか、いや本当だったんだろうな、めちゃくちゃ怖いよね。なんかさ、怖いとか言って申し訳ないんだけど、よくそういう話をしてたみたいです。うん、夜中にじいばあちゃんが一人喋ってるだって、「お帰りください」って言ってるんだって。次の日ママがばあちゃんに「何喋ってたの？」って言ったら、「あんた誰々さんって知ってる？」って言われて、ママはそれもちろん知らないじゃん。今日ゆうべ来たんだよって、あんた何なんかしたのって。めっちゃ怖くない？お前がそうなの、まあ、怖いって言っちゃダメなのかもしれないけど、ばあちゃんはなんかそういうもうね残していたからね、ちょっと解決できるように頑張りたいと思います。会社もそれ、まあこんな感じです。鹿島家、今日は鹿島家エピソードいっぱいお話し
ポップガールズカーコニキはですね、ただいまツアーを開催中でございます。皆さんがね来てもらえるように私たちも頑張っているんですけども、次は2月8日新横浜ニューサイラビーチでございます。こちらもチケットの方がね私のところからは買うことできないんですけど、当日券ももちろんありますし、皆さんにぜひ来ていただけるように頑張っていきたいと思っております。そして3月8日静岡、3月15日千葉、3月29日渋谷、4月4日福岡、4月に秋田にも行きます。決まりました。普通ね皆さんに来ていただけるように頑張りたいと思います。なこちゃん皆さんよろしくお願いします。そして2月24日にはフリーマンライブ、パチ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 、フリーマンライブが開催決定いたしましたので、皆さんぜひ来ていただけると嬉しいです。表参道グラウンドでございます。あ、そして下北 FM 決定いたしました。そうなんです、久しぶりに出れるのとても楽しみにしています。下北 FM 今週の木曜日でございます。ぜひお越しください。よろしくお願いします。ということで本日は皆さん見てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょう。お手を拝借せーの、以上です。ありがとうございました。バイバイ、おやすみ。ちょ今日はギターを弾いて寝るなって言ってる。